イングランド王エドワード三世子の記事では、百年戦争の第一段階の歴史を扱う。戦線から1360年のブレティニー条約までの23年間は、クレシーの戦い、ポワティエの戦いに代表されるイングランド側の目覚ましい勝利であり、ポワティエの戦いでは、フランス王ジャン二世が捕虜となり、フランスはほとんど無政府状態となりジャックリーの乱などの内乱が起こった。 フランスは屈辱的な平和条約を結んだが、その平和は9年間しか持続せず、フランスの巻き返しによる百年戦争第二段階が始まった。フランス、イングランド等が中央集権化を強めたのに対して、14世紀の新生ローマ帝国は求心力を失っており、低地諸国は事実上独立両方国家となっていた。これらの将軍主は、 フランス王の影響力の増大に脅威を感じており、1337年8月に、定地諸国の多くは、イングランドと同盟を組んだが、イングランド王エドワード3世は、莫大な支払いを約束しなければならなかった。定地諸国の中で、フランドル博は、フランス王の封建進化ではあるが、フランドルの毛織物産業はイングランドからの羊毛の輸入に頼っていたため、その立場は、微妙だった。 フランドル博類ル一世は以前にフランス王に民衆反乱を鎮圧してもらっていたので親フランスの立場であったが彼の親フランス政策に対抗して1336年にイングランドがフランドルへの要望の禁輸を決定すると12月には経済状況の悪化に起こった手工業者たちが反乱を起こしフランドル博を追放したを中心とした自治政府が設立され ヤコブ・バン・アルテベルデが主犯となった。フランス王フィリップ6世はフランドルに中立を約束させた。イングランドの国内問題と財政難に阻まれ、エドワード3世がアントウェルペンに渡ったのは1338年7月であった。イングランドの国庫は空に近い状態であり、エドワード3世は同盟諸国に支払う資金を得るために、イタリアの銀行家や大小の金融業者から、 多額の借金をする必要があった。これらの資金調達のために、フランスへの進攻は遅れた。イングランドの進攻の遅れに助けられ、フランスは資金を別の方向に継ぎ込むことができた。イングランドは統制の取れた艦隊を持っておらず、商船の寄せ集めに頼るしかなかったが、フランスはジェノバのガレー船を雇い、彼らを使ってイングランドの海岸地帯を襲撃した。プリマスは襲撃を受け、 サザンプトンは略奪され、ガーアンジー島は占領された。1338年には、ガスコーニュが攻撃を受けた。ガスコーニュの大官オリバー・アインガムは、有能な指揮官であったが、イングランドの援軍を期待できず、選手防衛を強いられることになった。1339年4月には重要なアジュネの、シロペンやガロンヌのブライ、ブールの2つの市がフランスに占領され、ガスコーニュは、 北からの攻撃にさらされることになった。1338年春までフランスの海上における攻撃は続いたが、イングランド側も備えを固め始めたため、しばしば撃退され戦火は上がらなくなった。8月になると、ジェノバ艦隊内で分配金に関する争いから反乱が起こり、ジェノバ艦隊の大部分はイタリアに戻った。フランス艦隊の襲撃による被害は、 さほど大きくはなかったが、対策にかかる費用によりイングランドは他の戦線への資金を書くようになり、スコットランドにおけるイングランド勢力の状況は非常に悪化した。8月には、スコットランド軍は、ホース湾の北における最後のイングランド側拠点であるパウスを脱回した。イタリアの銀行からの資金調達は限界に達し、エドワード3世はイングランドの大商人。 ウィリアム・ドラッポールからの抗議の借金に頼らざるを得なくなった。フランス侵攻計画の完全な崩壊を避けるためには、エドワード3世は戦果を上げる必要があった。9月にフランスに侵攻したが、同盟軍はあまり当てにならず、カンブレー等、いくつかの地域を焼き払ったが、価値のある地点を占領できなかった。1339年10月23日に、 フィリップ6世に挑戦状を送りラシャペルでの決戦を迫ったが、フィリップ6世はこれを回避し、エドワード3世は撤退した。1339年には、フランドルにおけるアルテベルでの権力は確立し、イングランドとフランドルの関係は一層親密になり、12月には正式に反仏同盟を結ぶ準備ができていた。しかし、中世の封建道徳では、神の恩寵を受けた。 正当な王に対する反抗は重大な罪と考えられたため、エドワード3世はフラントルとの同盟を確実にし、自らの反乱者という汚名を避けるために、1340年1月26日にヘントの市場においてフランスを撃たることを宣言した。まもなく王妃フィリッパをヘントに残してイングランドに戻り、議会対策に追われたスロイスの海戦 フロアサールの年代記の差し絵1340年になると会場の情勢は変化した。イングランドはジェノバに保証金を支払い、フランス海軍に参加しないよう工作した上で、1月にイングランド艦隊はブローニを襲撃し、フランス艦隊のガレー戦を焼き払った。イングランド同様に商船の寄せ集めとなったフランス艦隊は次のイングランドの襲撃に備えて、 フランドルの海岸スロイスに集結した。6月24日にスロイスの海戦が起こり、フランス側の1万8000人以上の将兵が戦死し、190隻の船が捕獲されて、フランス海軍はほぼ壊滅した。特に上院の大部分を提供していたノルマンディに、とっては大打撃であり、これ以降、イギリス海峡の制海権はイングランドが握り、 フランスのイングランド侵攻は妨げられることになった。ガスコーニュにおける、イングランド軍もこれで一息つくことができた。フランス南西部の3人の有力貴族のうち、アルマニャック・ハクジャン1世とフォア・ハク・ガストン3世は、長い間の旧敵同士で両者の戦闘が始まった。残るベルトランダルブレは一族、味方を募って公然とイングランドに加担した。彼らの活動は、 実際の領土の獲得には至らなかったが、戦闘地域は従来の範囲から拡大することになった。1340年、フィリップ6世はイングランドの同盟者への攻撃を開始した。5月にエノーを攻撃したが、スロイスの海戦の敗北を聞いて、新たな脅威に対応しなければならなかった。エドワード3世は軍を二手に分け、片方をロベール3世ガルトワに引き入させアルトワを、 攻撃させたが、7月26日のサントメールの戦いに敗北し撤退した。一方、エドワード3世は自ら来たフランスの大都市トゥルネーを攻撃したが、包囲は長期化した。9月にフィリップ6世の援軍が到着したため味方の戦意は低下し、9月25日に9ヶ月の休戦条約を結んだ。休戦期間中に反フランス同盟軍は解体し、 フラントル以外の低置諸行軍は引き上げた。大金を費やした割には、差したる戦果を上げることができず、イングランドでは反対意見が強まった。スコットランドの大部分は失われ、財政は破綻し、再建の支払いを拒否された、イタリアの銀行家たちは破産した。ブルターニュ継承戦争を参照休戦期間が続いた。公式の理由は、平和のための交渉が続けられたためとされたが、実際は、 両者共に疲弊していたためである。イングランドでは、重税が課され、羊毛の取引は政府によって厳しく管理されていた。エドワード3世はこの間に莫大な借金の返済を少しずつ続けていた。一方、フランスでも、フィリップ6世は財政上の混乱を感じていた。フランスでは、全国を管理する課税組織がなく、フランス王は個別に、 地域議会と課税に関して協議しなければならなかった。古くからの封建的監修により、大部分の地域は休戦中の税の支払いを拒否した。このため、フィリップ6世は、貨幣の懐中や、その他の悪評を受ける手段を取らなければならなかった。また、フランスの貴族たちは、フィリップ6世の戦争の仕方に不満を抱いていた。彼らの目からは、エドワード3世の方が正当な王らしく堂々と、 進行し、フィリップ6世は戦闘を避けてばかりに移った。また、彼らの多くは戦争により破産状態にあったが、守りの戦争では略奪品を得られず、戦闘がなければ身の代金を得られないからである。1343年にオリーバー・インガムがイングランドに呼び戻され、代わりにニコラス・ビーチがガス購入大官に任命された。彼は急戦を維持したが、 平和を回復することはできなかった。ガス購入の豪族たちは、視線は古来からの権利だと考えており、フランスの財政が逼迫する中で、戦争の一環として、略奪を目的とした襲撃が公然と行われるようになった。最初の略奪団もこの頃に結成されている。これらの集団は、名目上イングランドに従っている、大規模な兵士の集団で、奇襲により、 地方の中心の町や城を奪取し、そこを根城に周辺地域の略奪を行い、略奪するものがなくなるとより豊かな地域に移動した。この戦法は単に略奪した地域を疲弊させただけでなく、略奪を恐れて防衛を強化した地域からの中央政府への税金を滞らせるという効果もあった。前半における主要な戦場、スロイズ、クレシー、カレー、ポワティエ、 オール1346年7月5日、エドワード三世は、プリマスから750隻、7000から1万人の兵を連れて、本格的な侵攻に乗り出した。最近プリンス・オブ・ウェールズとなった16歳の息子、エドワード・クロ大使も同行した。7月12日に、ノルマンディのコタンタン半島のラーグに上陸した。フロア・サールの年代記には、上陸時の以下のようなエピソードが記述されている。 上陸時に、エドワード3世が、地面につまずいて倒れ鼻血を出したため、進化達が悪い兆しなと、心配したが、エドワード3世は、これは、良い兆しだ。なぜなら大地が私を求めていたからだと答えたという、イングランド軍がノルマンディーに上陸したのに対し、フィリップ6世は大軍を集結し始めていたが、エドワード3世は、領土の占領はせず、 略奪を続けながら定地諸国に向かって北上した。この行軍中に、カーンの襲撃、略奪とブランシュタックの戦いに勝利している。最終的に、フィリップ6世の追撃に対して、戦闘態勢を整え、クレシーの戦いとなった。数的有利に立つフランス軍は繰り返し、騎馬突撃により、イングランド軍を攻撃したが、ロングボウに阻まれ、大損害を出して撤退しなければならなかった。 クレシーの戦いはフランス軍の大敗で終わった。エドワード三世はイギリス海峡に面する港湾都市カレーを包囲し、1347年に陥落させた。同年にスコットランドにおいてはネビルズ・クロスの戦いの勝利により、デイビッド二世を捕虜とし、スコットランドの脅威を大幅に軽減した。1348年に国士病がヨーロッパ中に流行し、イングランド、 フランスも大被害を受けたため、イングランドは、さらなる攻勢を取れず、フランスでは1350年に、フィリップ6世が亡くなり、息子のジャン2世が後を継いだ、ジャン2世ブルターニュでは、小ゼリアいが続いており、中でも1351年に、騎士道精神の花として、有名な30人の戦いが起きている。これは、イングランド、フランス両方から、 それぞれ30人の騎士を出して戦ったもので、フランス側が価値高くの身の白金を得ている。国士病の後、イングランドは財政的に回復し、1356年にエドワード・クロ大使はガスコーニュから進行を行い、ポアティへの戦いで勝利を収めた。再びイングランドのロングボーを活用した作戦と、ガスコーニュの騎士ジャン三世とグライがタイミングよく、側面をついたことにより、 フランス王ジャン2世と多くの貴族を捕獲することに成功した。ジャン2世が囚われたことで、フランス政府の機能は崩壊し始めた。ジャン2世の身の代金は200万液と定められたが、当人は自らの価値はもっと高いと不服を述べて、倍の400万液となった。1359年のロンドン条約により、400万液の身の代金が決定され、ノルマンディー、ブルターニュ、 アンジュメーヌとフランドルからスペインまでのすべての海岸部がイングランドに割上され、アンジュ帝国が復活することになった。1358年にジャックリーの乱と呼ばれた農民反乱が起こった。戦争による度重なる被害と地方貴族に対する憎悪によるもので、業務カルルに引きられた一団は、ボーベンに始まり、周辺の村から参加者を集めながら、貴族や城を攻撃しながら、 パリに向かったが、その年の夏に、メロの戦いに敗北し、反乱は地圧され、報復の弾圧が続いた。同時期に、パリで、小人島、エティエンヌ・マルセルが反乱を起こしており、フランス王位を狙っている、ナバラ王カルロス二世と結ぶ動きを示していたが、同年に収束した。ブレキニー条約、赤がイングランド支配地域、ピンクが条約で割上された、ロード1359年に、 大大使シャルルが開いた三部会は、ロンドン条約の承認を拒否した。これを受けて、1359年10月に、エドワード3世は、大艦を目指し再び、フランスに侵攻した。シャルル5世のフランス軍は、野戦での戦闘を避けたが、イングランド軍は、ランスやパリを占領することはできなかった。このため、1360年5月に、ロンドン条約から大幅に条件を緩め、 フランス王位の放棄と交換にアキテーヌとカレーの活上及び300万円級の身の代金を中心とするブレティニー条約を結んだ。これは10月にカレー条約として正式に締結された。ブレティニー条約の結果、幾人かの王族が代わりに人質になることで、ジャン二世は解放されてフランスに戻ったが、資金集めは難航した。このため人質の交流は延長されたが、 人質たちは自由な行動が許されていたため、1363年に人質の一人で、ジャン二世の次男アンジューコールイ一世がフランスに逃げ戻った。ジャン二世は、騎士道精神にあふれ、善良、お人よしと評された人物で、これを聞いて、驚きと怒りを示し、自らの誓いと名誉を守るために、1364年にイングランドに戻った。ジャン2世はイングランドで、 岸道精神に富んだ名誉を守る人物として、称賛、歓迎され、その年に補修のまま亡くなった。ありがとうございます。